名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの24回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？とにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはドラゴンズの先発アチラが、西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。どうやって突破口を開くのかっていうのは、楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。2球目打ちました。取った。一塁送球。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは新庄。前回のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上アチラ、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。打ちました。痛烈、入れました。ファールボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。クイックが速いピッチャーですから、ランナーは走りにくいと思いますね。そうです。打ちました。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁。さあそしてバッターボックスにはオマリー入ります。気をつけたいバッターですね。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。落としてきた。しかしバットは止まっています。スリーボールになりました。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターボックスには4番掛布。ドラゴンズピンチを広げています。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。まずはボールから入りました。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。うちのボール打っていった。サードランナーホームイン。タイガース先制。1対0。ドラゴンズなおも満塁のピンチ。ここで先制点を奪われてしまいました。バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあそして打席には石峰入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。インコース低めのストライク。ジャストミート。ぐんぐん伸びる伸びる。真ん中左中間破っていきました。サードランナーがホームに帰ってきました。ホームに送球。ファーストランナーもホームイン。タイガース追加点。4対0。ドラゴンズなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。注意すべき相手でしたよね。またしても点を入れられてしまいました。さあそしてバッターボックスには真由美入ります。さあなおもピンチの場面。バッターボックスの真由美、今シーズンの得点圏打率は5割4分1厘となっています。打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。5対0。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスは7番和田。ドラゴンズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。初球空振りです。もう1球低め。とにかく投手有利なカウントのうちは積極的に攻めていくべきですね。さあ2ストライク追い込みました。空振り。ここは空振りだ。バッターは注目のルーキー木戸。昨日はホームランを含む4安打を記録しています。
ワンアウトランナー2塁です。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。打ちました。大きな打球になった。レフトをバックする、バックする。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、バッターはピッチャーのプロクター。ドラゴンズ初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。修正できるかどうかがポイントになりそうですね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。これもファウル。ツーストライクです。インサイド落ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター松永。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。初球打ち、ライトの前に落ちました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。打順は2番新庄。さっきツーベースを放っています。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。セーフ。盗塁成功。まあこの点差ですから、ランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。これは変化球。ボールが3つになります。打ちました。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。これから2回タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは福谷。今シーズン22試合目の登板です。さあ小宮山さん、ピッチャーを変えてきましたね。流れを変えたいというところでしょうね。そうですね。さあしっかりと自分の役目を果たしてほしい。打ちました。いい打球だ。打った瞬間確信したか。ぐんぐんだ。入った。ソロホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。8対0。いやー、これは失投でしたね。そうですね。4番バッター掛布、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや、痛かったですね。はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打席には5番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。3球目外れました。打ちました。ショート取った。2塁送球。2塁アウト。1塁送球アウト。ダブルプレー。バッターボックスには6番真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。打った。強打掴んで3アウトチェンジ。しかし、小宮山さん、序盤から点差を離される展開となってしまいましたね。これちょっときついですよね。この追いかける展開っていうのはなかなかね。初球打ち、打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターボックスは8番木戸、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、福谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のドラゴンズの先発は序盤大量失点で交代したアチラ。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには代打の大山。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。空振り。次が2球目。狙いは良かったと思いますね。はい、高めストレート外れてボール。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。センター掴んで2アウト。打順はトップに帰って松永。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところ。打ちました。いい打球だ。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。
これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。10対3。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには2番新庄。これも初球打ち、強打抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース バッターボックスには3番オマリー、今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。いい当たり、センター下がっていく下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには代打の板山、少しでもリードを大きくしたいですよね。初球打ち、ライトの前落ちる、バックホームする、これで3試合連続安打、ノーアウトランナー3塁1塁。バッターの石峰、今シーズン得点圏での打率は5割6分3厘となっています。一塁牽制、一塁はセーフ。振り遅れてますね。そうですね。打った、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、11対3。ドラゴンズなおも3塁2塁のピンチです。6番バッター真由美、まず何を投げてくるか、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。外、これはストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました、打ちました、いい当たりだ、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ドラゴンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは祖父江。この和田、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。8番バッター木戸、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いている。打った、高い打球、センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球ボール、2球目は何で来るか、三遊間取りました、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、打ちました、これは大きい、伸びていく、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達、これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。初球は何から入ってくるか、初球ボール、これが2球目、
張った。おっと取った、アウト、スーパープレイ。抜けていればというところでしたが、ナイスプレーでした。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これはさすがと言っていいんじゃないですか。さあまず1球目打った、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。真ん中打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ドラゴンズなおもピンチです。打順は5番石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。2球目打ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タッチはアウト、これで3アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。初球打ち、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。これではバットが出ません、ストライクです。変化球を狙ってたんでしょうかね。釣り球、しかし誘いには乗りません。インサイドファールボールです。バッターボックスの和田、今シーズンの得点圏打率は6割、打ちました。この打球はフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターの日戸、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。本人も今はしっかりボールが叩けているということを言ってましたね。なるほど、そうですか。インサイド弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました。ツーアウトです。大山が打席に入っています。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。このスライダーは外れます。引っ張った、これはどうか、手を伸ばして取った、一塁へ、アウト、スーパープレーが飛び出しました。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面で、バッターボックスには代打の亀山。少しでもリードを大きくしたいですよね。これが1球目、初球ストライク、この打球はこれはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。打ちました、これは浅いフライ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。この打席で安打が出ますとシーズン安打記録と並びます。しかし今シーズンはよく打ちましたね。そうですね。インサイド落ちました、これでシーズン最多安打記録に並びました。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターは板山。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度は打ちました。取ってツーアウトです。バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかり打った、大きな打球になった、レフト下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム6本目のホームラン。ドラゴンズ追加点を許します。チェンジアップが真ん中に行ってしまいましたね。はい、さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。空振り、あっという間に2ストライクです。外れていきます。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。これから7回、西さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてませんよね。いや、もちろんですね、これだけね、お客さんも来てくれてますからね、最後まで試合を捨てないという気持ちでやってると思いますよ。そのファンの期待にぜひ応えてほしいと思います。打った、強打、取って、ワンアウト。さあ、バッターは木戸。この打席でホームランを放てば今シーズン60本。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、伸びていく、この打球はフライになっています。2球目打っていきましたが、センター掴んで2アウト。大山が打席に入っています。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。ファウルです。ジャストミート、レフト下がっていく下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで8試合連続安打、2アウトランナー2塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出れば、初球打ち、これはどうだ、センターに抜けました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターは途中からマウンドに上がっているドリス。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。まあこの点差ですから、ランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。さあ3球目は何か、真ん中打ちました、これはどうか、ショートの横抜けた、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。さあこの打席でシーズン安打記録の更新はなるでしょうか。まあできれば肩の力を抜いてリラックスして臨めるといいんでしょう。打った、これはどうだ、セカンドの右抜ける、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ツーアウトランナー三塁二塁、はい、バッターボックスには代打のバース。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。バッターはバース。これが初球、打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、ライト下がって入りました、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。ドラゴンズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで6連打、2アウトランナー1塁。ドラゴンズピッチャー、さあマウンドを任されたのは鈴木。今シーズン14試合目の登板です。
アウトコース、空振りです。スピードボールを持っています。引っ張った、大島が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げて、8回の表7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは和田。今日は盗塁を決めています。ドラゴンズ厳しい展開で8回を迎えました。打ちました、これは浅いフライ、ファールゾーン切れそうです。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。打ち上げました、ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターボックスは8番木戸、今日は2本のホームランを放っています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは打ちました、これは大きい、伸びていく、左中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これが今日4本目のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。まずは見送ります、ワンボール。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。インサイド落ちました、高く上がった、さあどうだ、センターオーバー、三塁を回っていく、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう、三塁タッチはアウト、タイガース1点。ピッチャーに打順が回って6回から登板のドリスがそのまま打席に入ります。大きくリードしてますし、もう少し投げさせたいということでしょうね。そうですね。これはショート強打取って3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2点を追加しています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。引っ張った、難しいバウンド取りました、アウト、ワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、続きまずは初球打ち、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ここでタイガースダイソーを送ります、近本がセカンドランナーに入ります。ファウルです、ワンストライクです。高めに大きく外れています。センターへ持っていった、打球はいいところに飛んだか、ワンバウンドヒットになった、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。ドラゴンズさらにピンチが続きます。バッターボックスは6番真由美、さあ初球は何か、初球打ち、わずかに左に切れました、ファールボール、これは見送ってボール。次が3球目、ストレート打っていった、大きいぞ、伸びていく、入った、ホームラン、真由美さらにダメ押しの一発、今シーズン第81号のツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン、ドラゴンズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックス和田、今日は盗塁が一つあります。初球は何で来るか、打ちました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、
バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。しっかり捉えた、大きな打球だ、センターの頭上を破っていった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース追加点、ドラゴンズなおもピンチが続きます。バッターは大山、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。左方向、上がりすぎたか、この打球はフライになっています。取ってアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。センターへ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになった、ホームへ、本塁タッチアウト、これでスリーアウト。しかしこの回残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に。名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの25回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはドラゴンズの先発ロメロが名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは亀山、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを一塁に置いています。もう一球牽制球、セーフ。まず何を投げてくるか。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動き、ファウルになります。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。走ってきた、ヒットエンドラン取った、一塁そのまま入ってアウト。
さあドラゴンズ先制のピンチを迎えています。まあやはり後手に回りたくないですからね、ここは冷静に対処したいですね。なるほど、そうですね。まあバッターは典型的なプルヒッターですから、そこを逆手に取ったリードが有効でしょうね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。素晴らしいコントロールですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように、高めのボール、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球する、タッチしてこれは二塁アウトです。ツーアウトランナー三塁。まあここでアウト一つ増やせたのは良かったと思いますよ。まあそして次は警戒すべきバッターが相手です。打ちました、高く上がった、これはどうか、センター左へのヒット、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0ドラゴンズ、なおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。5番バッターオマリー、ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように。打ちました、ピッチャーゴロです。一塁を送ります、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回の表タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー新庄、現在打率は3割を上回っています。好調の今週、初球打ち、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは三塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー三塁です。ここはバッターが待ち構えていました。うまく打ち返されています。ちょっと慎重になりすぎましたかね。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。そうですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですから、投げるコースを間違えると危険ですよ。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね、真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、2対0になりました。ドラゴンズこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあ追加点のランナーを1塁に背負います。バッターは糸原、ここはエンドランを仕掛けてくることも想定しておきたいですね。さあランナーをどう生かしてくるか、初球は何から入ってくるか、初球打ち、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、これで3連打、ノーアウトランナー2塁1塁。さあバッターボックスには先発の前川入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まずはボールから入りました、バットを出しません。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。真ん中打ちました、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン、タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット、4対0ドラゴンズ、もうこれ以上点はやれません。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。まあこういう点の取られ方は非常に良くないですよね。点が入りました、序盤で早くもリードを広げられています。さあそして打席には真由美入っています。さあピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割4分7厘となっています。インサイド落ちました、バックホームする、これでマルチヒット、ノーアウト。さあまず1球目、ランナースタート、キャッチャー送球して
セーフ、盗塁成功。これでワンヒットで2点の可能性も出てきましたよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。空振り、ここはランナーを変えさせません。ワンアウトです。まずはボールから入りました。引っ張った、レフト下がっていく、下がっていく、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース見事なタイムリーヒット、6対0になりました。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスは4番石峰。まあドラゴンズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。引っ張った、福田一塁へ、アウト、ツーアウト。バッターボックスは5番オマリー。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。真ん中打ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げていドラゴンズ。これから里崎さん、点差を離される展開となってしまいましたね。そうですね、まだ序盤ではあるんですけど、まあ今日はなかなか打った、左中間に強い打球、この辺りはどうか、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。引っ張った、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス糸原。前の打席はしっかり捉えてましたからね、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。打ちました、いい当たりだ。右中間に大きな打球、これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、7対1。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。ちょっとタイミングはずれました。惜しいボールでしたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール、ファウルになります。打ちました、打球はセンターへ、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順はトップに帰って真由美、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ツーアウトになっています。引っ張った、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、バッターは2番亀山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。初球打ち、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。まずはボールから入りました。力のあるまっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。3球目打ちました、この辺りはどうか、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、8対1。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックス石峰。さて今日のドラゴンズの先発は序盤大量失点で交代したロメロ。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。痛烈な打球、スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで今日3打点。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。10対1。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターボックスオマリー。サードオマリ
初球空振りです。さあ2球目は何か。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうだ。フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで4連打。ノーアウトランナー2塁です。バッターボックス新庄、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。ヒットでランナーを2塁に置いています。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね。まあ相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは立て直しが必要でしょうね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトランナー二塁と変わります。打った。左中間に大きな打球。これはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。11対1。ドラゴンズなおもピンチです。打席には8番バッター糸原。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきインサイド落ちました。センターへ抜ける。ホームに送球する。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー3塁1塁。これが1球目。変化球を見極めます。次が2球目。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター真由美、今日は盗塁を1つ成功させています。打ちました。レフトをバックする、バックする。レフトが追いかけますが頭を越えました。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。12対1。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打席には2番バッター亀山。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。インサイド落ちました。これはどうだ。強打。一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。しかしこの回、これから5回の表。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね。この厳しい戦い、最後まで乗り切ってほしいと思います。しっかり捉えた。伸びていく。打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。初球ボール球です。落とした。これは空振りです。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割7分4厘となっています。外れましたけど、いいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。6球目は何で来るか。このピンチは空振り三振。ワンアウトランナー二塁と変わります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども。初球打ち、右中間に強い打球、ライトセンター、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。14対2になりました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。これが初球。打ちました。センター下がっていく、下がっていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁となりました。初球変化球にタイミングが合いませんでした。低めストライクになります。ここはあっという間に追い込んでいます。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。
セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、15対2になりました。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打順は8番糸原。今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打ちました。ピッチャーゴロ、2塁を送ります。セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。先発の前川バッターボックスに入ります。まあやはり好投してるんでもう少し引っ張りますよね。そうですね。高め空振りです。ファウルになります。打った、抜けていきます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。打った、大きな打球になった。さあどうだ、満々中左中間破っていきました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。今日2本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー三塁二塁です。2番バッター亀山、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。インコース、これは外れます。切りました、ファールボールです。バッターの亀山、今シーズン得点圏での打率は6割4分7厘となっています。変化球が高めに抜けます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。3番バッターアリアス、今日はここまで4安打を記録しています。ここまで打たれるとキャッチャー引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターは4番石峰。さあ初球は何か、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃、サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターは5番オマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、引っ張った、これはどうだ、ファーストの右抜けました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。見事なタイムリーヒット、ドラゴンズなおもピンチです。バッターは6番新庄、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いと。ドラゴンズピッチャーが変わります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。2球目は何で来るか、ボールになります。打ちました、ショート取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやーもちろんですよね、最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。打ちました、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。
初球打ち、これはどうか、バックホームする、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー3塁1塁。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。2球目打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、ドラゴンズなおも2塁1塁のピンチです。2番バッター亀山、まず際どいコースをついてきました。これが2球目、ノーボール2ストライクです。アウトコース打ちました、阿部2塁へ、2塁アウト、1塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターボックスは3番アリアス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナー一塁三塁です。さあ外してくるのか、打ちました、ここはフライになっています。阿部が掴んで2アウト、打席には4番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはティッシュ打ちました、痛烈な打球、左中間に大きな入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました、これが今日2本目のホームラン。初球でした、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。相手主砲の一振りでした。打席には5番バッターオマリー、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました、取りました、これで4打席連続のヒット、2アウトランナー1塁、打席には6番バッター新庄、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコースボール、打ちました、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、追いかけますが頭を越えました、バッターランナーは二塁まで進みました、これで3連打、ツーアウトランナー三塁二塁。甘いコースだったんですけどね、切れていきます、ファウル。バッターボックスの日戸、今シーズンの得点圏打率は終わり、打ちました、取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げ、これから8回、さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね、初球打ちがうまいバッターですからね。うん、そうですか。さあバッテリー、初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました、これでシーズン本塁打記録を更新しました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、代打アーチでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーに打順が回って先発の前川バッターボックスです。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね、打ちました、浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになりました、これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります、バッター真由美、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返す、打ちました、強打、二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー、バッターボックスは2番亀山、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。
打ちました。